NBA 全チーム紹介講座、今日はロサンゼルス・レイカーズ、超人気チーム取り上げていこうと思いますと、チャンピオン17回、ファイナル進出32回。すごいな、これっていう。90年代以降はマジック・ジョンソンがいなくなって低迷した期間があるんだけど、そこから5年ぐらい経ってコビーとシャックが入ってきて、それで6回してんのかな、そっから現代までに至って。 うん、だからそれまでも11回やってるんだけど、ボストンセルティックスと違って、あの70年代、60年代に固め打ちしてるわけじゃないから、だからここのチームって大体いつの時代もそれなりに優勝候補だったんだよねっていう。うん。で、80年代以前のところがフルネームで書いてないでしょ。もう書けないのよ、これ。本当多すぎて。まずジョージ・マイカンでしょ。これミネアポリス・レイカーズの時代で、ミネアポリスってミネソタ。うん。 で、エルジンベイラはこれ優勝できなかったスター選手。ジェリー・ウエストもそうだったかな。で、ウェイト・チェンバーレンが晩年期やってきて優勝したんだよねっていう。で、その後、カリマブドゥル・ジャパーを取ってきて、そこでも単独エースで優勝したのかな。で、マジックともして、で、ジェームス・オージーとか入ってきて、うーん、スター多いな、ここ。ほんと。 この、ジェームス・ウォージー入れた7人えー、っと、NBA の歴史上偉大な75人とか50人とか入れたら確実に入ってくるからね、こいつら。うん。ジェームス・ウォージーがちょっと、でもあれファイナル MVP 取ってるからあるんじゃないのかなっていう。で、90年代になるとマジックがちょっとあの、HIV で引退しちゃって、低迷期過ごすんだけど、その時 AC グリーがね、残ってて、なぜこの名前書いたのか。 フルイニング出場じゃなくて、フル、んえっ、ー、と、あれだ、休みなしの出場記録持ってるんだよね、これ。うん。これがね、えー、かなりえげつないことになってて、ミケル・ブリッジスが更新するのに、あと何シーズンかかるのかなっていうぐらい。うん。だから、あの、金本智則って言ってたでしょ、あれの記録ぐらいスローにも持ってるから、選手としてはただのパワーフォワードで、まあ、リバウンダーってぐらいかな、多少の。 で、コビー・ブライアントが、えっ、ー、と、ブラディ・ディバッツと交換で入ってくる。一瞬だけシャーロット・ホーネにいたんですよ、この人っていう。で、シャキル・オニールがマジックからこっちに来る。これは FA。で、最初の2年間か3年間勝てなくて。で、フィル・ジャクソンがやってきて3連覇して。で、次の年はスパーズが勝って。で、その次の年にゲイリー・ペイトンとカール・マローンとか入れて。 うんすごい補強したんだけど、これでも負けて、解散、シャキローニルさよなら、それが大体2004、5年ぐらいかなもうちょっと前かなうん。で、コビー・ブライアントが単独エースで残って、で、その時にね、あの、相棒みたいになってたのがラマ・オドム。この人ね、んなんかね、何気にでかいんだよ。2メーター、6か8あって、で、何でもできる人、ポイントガードもやろうともできるし、で、センター守ることもできるし、 まあ、こういう万能性がある人がね、えっと、優勝してた時にシックスメンにいたのかな確かこれ。うん。いや、だから、レイカースってチームね、こういうラマーオドムみたいなよそのチームだったら、問題なくスターになるような選手を、これ、ロールプレイヤーとして使い倒すっていうことができるチームだから、恐ろしいんだよね、ここ。で、アンドリュー・バイナムがドラフトで入ってきて、これそんな高い順位じゃなかったと思うんだけど、えっと、これも2メートル13とかだったかな うん、結構でかい選手で。で、パーガストルとツインタワーみたいに組んでるはずなんだけど、パーガストルとコビー・ブライアンドのビッグ2で、アンドリュー・バイナムがその他って扱い。で、最後のラストピースって感じで、メットワールド・ピースっていうね、謎の人が入ってきて,て、これロン・アーティストなんだけど、まだ名前変わってるらしいね、今でも。うん。いや、とんでもないチームこれ。うん、えー。ジョーダンの時が、ロン・ハーパー、ジョーダン、ピッペン、ロットマン、それから、えっ、ー、と、ルーク・ロンゴリー。うん。 これかなりサイズのあるメンツなんだけど、このコビー・ブライアントとシャック、またコビー・ブライアントとパーカッソルの時もね、かなりサイズがある、特に後期の方。メッたワールドピースがスモールフォワードに入ってエースキラーやる。でもコビー・ブライアントもエースキラーはできる。ディレック・イッシャーの守備の良さがちょっとね、隠せるというか。うん、だからこのチーム本当にやばいっていう。しかもね、うん、ヒエラルキーがしっかりしてんだよ、ここ。 パーガストルとコビーが大スターで、で、パーガストルとコビーを比べた時はコビーの方が上で、みたいな。だから、シャックとコビーの時どっちが上かって感じで、あのコビーが譲らなかったから、このコビーってやつどれくらいやばいかってうとジョーダンと初めて、えー、と会った時初めて会ったっていうか、あの、フィル・ジャクソンがジョーダン呼んできて会わせた時行言ったらしいのをね、手あの握手しながら。で、ジョーダンが何かアドバイスしようと思ったら、コビーがいきなり、ワンワンンだったら俺のが強いからな、とか言って。こいつ、本当にやばいっていう、若い頃は。 うん、でまあ10年ぐらいになってくるとコビがちょっと衰えてきてアキレスもやってで引退でルオールデンとモズコフがコビの引退とほぼ同時ぐらいかなやってきてなぜこの2人の名前を書いたのかっていうこれがね球団社長か GM かなんか辞める直前に合わせた契約で当時の、えー、サラリーの基準から言ってもおかしな値段で で、それが結局分割で、えー、と処理することになって、レブロン・ジェームスのでは入ってきた時代にも戦力補強できなかったのがこの2人の契約のせいっていう。うん、大体10億ぐらい余分に計上されてたんだよね。うん。いないのに。で、まあ、レブロン・ジェームスの時代になって、そうそう、えー、ゴールデン・セット・ウォリアーズから逃げ出すようにこっちに来たら、えー、ケビン・デュラントが、 うん、移籍しててたっていうでレブロン・ジェームスがやってきて勝てないから若手を出せという,こう圧力をかけてアンソニー・デイビスをゲットしてでその周りに守備職人を集めてでラジョン・ロンドが、えー、とベンチからやって、えー、とタクトを握ると、うんまあ、それで一回優勝したはいいんだけど肝心な選手たちがいなくなっちゃって堅守が、うん、機能しなくなってレイカーズ。 で、そこからまたさらに二点3点して、オースティン・リーブズが入ってくる、ウエスト・ラッセル・ブルックが移籍してくるトレードで。で、メロもいて、ディーローもいて、ハチムラムルーもいて、うん、ここの20年代に入ってきたメンツ見てくださいね。何か一つ気がつきましたかここにメロ入れるともうさらにでしょうん、守備が弱い。だからレイカースの周りって、レブロンとアンソニー・デイビス以外はもうほんと 3D 職人みたいな、あと、なんだろう、えー、あとリムプロうん。 置いとくべきなんだけど、そういうこともせずに攻撃に全振りした選手を置いてるから、まあちょっと優勝戦線から外れてきたんだよねっていうのが今年で、さてこれどうなるんでしょう。俺の予想だと、ここの全員が他のスターに変わると思いますと。まずディールを契約延長しないんじゃないのかな。してもサイントレードで、オースティン・リーブズと八村塁を誰かと交換するような気がするな。 うんここに出ている名前、出ている噂がデマー・デローザン、ドノバン・ミッチェル、トレイ・ヤング。ドノバン・ミッチェルはまだ分かる。うん、守備ができる。残り2人ってどうなのっていう、本当。 大丈夫って。で、デローザンと八村塁って攻撃の効率で言ったら、八村の方がいいんじゃないのかなって気もするんだけどな。デローザンって確かにスターなんだけど。で、トレイヤング来たら本当に守備がグロいことになるけど大丈夫っていう。その時にちゃんと 3D にお金避けますかっていう。トレイヤング結構契約高いですよっていう。うん。 まあでもね、安易にね、スターをね、バン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 取ってくるんだけど、取ってくるんだけど、リカバリーは早いのでね、1年我慢しとけば大丈夫です。ウエストブルックすぐ出したでしょ。ここのチーム、ほんとすぐ出すんだよねっていう。うん、本当に。だから、あの、コピーがね、衰えて、引退工業なんかしてた時期、コピー出さないんだと思ってね、ほんと、レイカースらしくないなと思って。レイカースって常にもうウィンナーモードが入ってるから、だからタングする時期もほとんどないはずでね。 コビーがよっぽど好きだったんだろうねっていう、ほんと。うん。だからあの人も本当例外だと思った方がいいと。じゃ、ちょっとチームの構成とか見ていきましょうと、サラリー圧迫問題。スーパースターとそれ以外のヒラルキーしっかりしてるから、これ大丈夫です。だってレブロンがだいたい50ミリオンぐらいでしょ。アンソニー・デイビスもそれぐらいでしょ。で、残りの人たちとこれ確か20あったかな。ディーロ。で、八村も20ぐらいで、で、ウォースティン・リーブズが10ぐらいでしょ。うん。 だからね、ここのチームって本当にそこら辺しっかりしてんだよねっていう。で、守備には穴があるかざるかって言って、スターがサボるのを許容するカルチャーがあるから、スター以外に頑張らせるっていう。だからレブロンとアンソニー・デイビスが優勝した時あったでしょあんな感じ。じゃあ、え、コビー・ブライアントって守備やってませんでしたって。えー、シャックはいい感じにサボってましたよっていう。うん。コビー・ブライアントはちょっとおかしいの、この人。えー、レイカースのスターにしてはいろいろ頑張りすぎっていう。 だからこそ最後ちょっと足やっちゃったんじゃないかなとか、結果勝ちになったんじゃないのかなっていう気もしなくもないと。で、セットオンフェンスがあるかどうか、これヘッドコーチ自体まだ決まってないので分かんないんだけど、俺はフランク・ボーケル向いてない気がするんだよなっていう。うん、トレイ・ヤングが来たならいいと思うんだけど、もうレブロン、アンソニー・デイビス、トレイ・ヤング、それ以外はもう守備職人置いとけば、ただ守備職人来てくれるのかな、うん、ケンドリックなん,んじゃなかった。 えっと、クリスタンだっけあれ誰だっけ守備がいい人。あの人を取ってくればいいのと思うんだけどね。スリーポイント全然入らないけど。はい、次。だから、セットオフェンスがあるかどうか。レブロン以外にコールができる選手が必要なんだけど、スターが来れば解決と。例えば、ドロバン・ミッチェルが来たら、えー、レブロンがいない時代何するのドロバン・ミッチェルが突っ込んでいけばいいんです。はい、終わり。みたいな。うん。で、デローさん、ミッドレンジゲームやればいいんです。はい、終わり。という。 で、トレイヤング、勝手にやるよ、こう言いましょで、八村ルイがそれやらないのが不思議なんだよねっていう。うん、俺八村ルイの使い方、スターメンで使ってもいいんだけど、レブラン休ませた時に出せばいいのにって思うんだけどね。八村に勝手にやらせておけば、なんとか点取ってくるんじゃないのって、今よりちょっと効率は落ちると思うけど。うーん、不思議だよな。ここら辺がやっぱヒエラルキーがしっかりしてるから、八村がおとなしくしてるっていう。で、ディーローは意外と空気読まないから、ポン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 打つでしょ、リーブスも。 この二人のメンタリティー学んだ方がいいと思うよ、八村は。で、八村は出ると思うんだけど、今年。多分ね、うん。出た先で、うーん、どうなんだろうな。チームによるとしか言いようがないんだよな、これ。ほんと、どこに行くか。で、ここにね、俺もう一人ね、可能性があるとしたら、パスカル・シアカムだと思う。パスカル・シアカムがインディアナ・ペーサーズと契約したがらなくて、ひょっとしたらっていう可能性もなきにしまわらず。その場合、サイントレードかな。うん。で、 エースがチキンかどうかで、レブロン以外にクラッチタイム任せられる選手を探してる模様だから、だから多分、どの番ミッチェルが多分一番欲しいんだと思う、これ。うん。絶対そうだと思う。俺はそんな気がする。まあ、横言えばね、シェイとか、デビン・ブッカーとか、アントマンとか欲しいんだけど、出るわけないから絶対。デビン・ブッカーはワンチャン可能性あるんだけど、ただね、うん。まだ、まだもうちょっと試すと思う、あのビッグ3を。 俺だったらね、もうここにいたくねって言い出すと思うんだけど、俺がぶっかの立場だったら。で、ヘッドコーチがほかどうか、あ、これさっき言った。で、怪我が多いかどうかってね、スターをしっかりサボる傾向があるので、また、あの、深刻な怪我の予感がしたら放出すんだよね、ここ。例えば、あの、誰だとかな、あ、ロンゾボールうん。出したでしょ、あれ。 たぶん、けがの予感したんじゃないのかな。で、他にもね、アンドリュー・バイナムね、シクサーズに移籍させたんだけど、トレードだったかなそれともサイントレード、それともフリーにどれだったかなで、契約しなかったんだけど、 これその後ね、毛がだらけでもうプレーまともにできない状態になってるから、多分レイカースってそういうところはね、うん、これはセルティックスと違って情報を掴んでやってるんじゃなくて、多分この選手もうだめだろうなって見切りつけるんだと思う。だから、ある意味ね、サッカー界のレアル・マドリッドみたいな立ち位置なんだよねって、レアル・マドリッドもそうなの。ちょっと力が落ちてきたらもう売るっていう。うん、ということで、今回このロサンゼルス・レイカーズを取り上げてみたんですが、最後にこの指数見ていきましょう。 多分今回いつになくこれ高いんじゃねっていう。まず庭角はド S です。ド S です。これも SS にしてもいいぐらいこれ。ほんと。もう超にわか集団よ、ここを応援してるの。だって客席見てくださいよというハリウッドの、えー、この人そんなにバスケそこまで熱心じゃないんだろうけど盛り上がりたいから来てるんだろうなって人がいっぱいいるでしょ。他にはサッカー界とか音楽界から。 でおすすめ度に関しては、このチームは本当ね、スターが来てくれるから、だから今はちょっとどうなるかわかんないから B なんだけどってところで、あとレブロンがどうなるかわかんない。俺は正直この球団の GM ないし、監督ファンだったら、えー、ブロニーと一緒にレブロンいなくなった方がいいなって思う。そうすれば、うん、今年開くからね、フリーエージェントの枠がこの分だけ。 うんだからサラリーキャップ開くから、その分だけスターを取りに行けるんじゃないのかなと思うんだけど、このチーム手出すの早いから、わけのわかんない選手取りに行く可能性もあるんだよねっていう。で、強豪党に関しては現状 A。S ではない。うん、B に近い A だと思う、現状。チーム構成が悪すぎる、これは。あまりにも。で、未来が明るいでは、もうここはずっと S です。はい、S です。なぜかって言ったら、あの常に来たがってるから、みんながここに。 なんでクリッパーズじゃないのって。いや、レイカーズなのって。あの、パープルゴールド見てください。めっちゃかっこいいでしょうん。普通に考えてもかっこいいから、みんな来たがってるのよ、ここ。内心。ただ、レブロンがいるから、ちょっとって思ってる人が多いんだと思う。コビーの時もね、多分コビーがあれだからなーとか思ってね、絶対になってった可能性がある。で、最後、スタードに関してはド S で。これも SS でいいよ。うん。ここも SS でよくねっていう。本当うん。スタードに関しては SS で。 もうスターが好き勝手にやる。もう自由にスター。もうやってください。みたいな。マジックお任せします。ジャバスカイフックお願いします。えー、チェンバレンは守備職人やってたかな。うん。コビーがもうどんだけシュート打とうともう気にしませんと。コビーで負けたらもうしょうがない。シャックで負けてもしょうがないっていう。もうそういうチームなんで、ここは。だからレブロンと AD があの好きなだけシュートを打って負けてもそれはしょうがないです。みたいな。ということで今回ね、ロサンゼルス・レイカース紹介してみましたと。とでは。